こんにちは、マンハッタンポーテージブラックレーベル青山店の中村です。本日ご紹介するバッグはラファティトートコーデュラ 305P です。軽さと薄さに加えてツヤのあるポリエステル生地を使用したシリーズです。生地の特徴は柔らかいものの程よい光沢があるので、カジュアルになりすぎず幅広いシチュエーションで活躍できるバッグになります。サイズは ML の2サイズ展開となっています。本日はこちらの M サイズを使用してご説明させていただきます。生地には軽量撥水と機能性に優れ、柔らかな質感、光沢感が魅力のコーデュラ 305P を採用。ロゴは生地に合わせて同素材を使用、統一感がありすっきりとした印象です。肩掛けと手持ちでお使いいただけるツーウェイ仕様となっております。サイドにジップのついたトートバッグとなっていて、上部のベルトが2つに分かれていることで大きく開きます。そのため中の荷物を探しやすく、バッグを肩にかけたままでもスムーズに荷物を取り出すことができます。またデザインアクセントとしてジップにはアクアガードジッパーを採用しているので、微細な隙間からも水が侵入しない仕様になっています。内部にはクッション付きの大きめなポケットやジップポケット、さらに2サイズの小分けポケットの計4つポケットを配置、タブレットから鍵などの細かい荷物も整理して収納できます。トートバッグは一度下ろして中の荷物を取り出すことが多いと思いますが、こちらは肩に背負ったまま荷物を取り出すことができ、5つの収納スペースがあるので取り出したいものをすぐに見つけることができる使い勝手のいいアイテムとなっています。以上、ラファティトートコーデュラ 305P のご説明になります。ブラックレーベル青山店では通信販売も承っております。バッグの大きさに対応したサイズのキャンバストートにお入れしてご郵送しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。